うわ、来た来た来た。うわ。うお。よいしょ。はやとチャンネル。でかいね。美味しそうなお野菜がたくさん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うわっ。あ、いるね、イワシが。いついてんな、ここのイワシ。完全に。湾の中に。多分回遊してきて、もうずっと中入ってんだな。多分ね、この K 村の7号ぐらいサイズ的には大きいからね、こういうのでやってみれば釣れるでしょう。重りで多分コマセ上から投げれば OK。 よっしゃ、来た。よっしゃ、1匹目。おお、でかいね。これは相当でかいな。でかいよね。でかい。あそこに群れが来てる。スルーするね。スルーします。スルーするイワシだね。こまさないと。ケイムラにこすりつけてみよう。よっしゃ、来た。落とした瞬間あったね。うおさ。でかい針はね、完全に見切るからね、基本に忠実になってこの2号やってみたいと思います。しかもね、トリックでこすりつけてね、基本に忠実に針は小さい方からやってみよう。来た来た。うわ、見切ってる。お、来た。ああ、針がかりしなかったね。これで上っ棚に置いて。お、まあ、よし、来た。うわ、来た来た来た。うわ、触るけど、触るけど、こまさないといけないからな。ちょっとピュッと。あ、一発、一発やね。トリックだ、トリックだ。これだな、正解は。これマイワシだね。うおほほ。よいしょーっと。よいしょ。トリックの場合は動かさない方がいいね。むしろ同調させる方が。あ、はいはい、パーツ1。2号だったらね、ちょっとあんまりテンションかけるとダメだ。で、ちょっとこましてステイだ。2号針だからね、ちょっとバレやすいな。よっしゃ、来た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 。ほら、一発。あ、やっぱりあれだな、
バレるね、針が小さいから。うわ、来た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 、オッケーオッケー、うわ来た来た、すげえ大群。うわ、これ前橋だね。よっしゃ、編み込ませと鯉の餌。うわすげえ、あよし来た来た、おすごいね、煙幕効果、2匹来たすげえわ、鯉の餌めっちゃ見てるめっちゃ不要してるもんね、なんかね。来た来た。うわ、あ、お飛んだ。ジャンプした。こんな感じです。煙幕効果。煙幕効果すげえ。これは片干しイワシだね。片干しイワシ、マイワシじゃない、これはマイワシだね。この斑点、七つ星、これはマイワシ。混ざってる。この煙幕と編み込ませと両方混ぜるのがいいね。ほら、うわめっちゃ重て、片干しと今度はちょっと待って、このデカさ、あ、これマイワじゃん。このデカさでマイワシ、これはすげえな。アミエビをちょっと巻いて、鯉の餌をパッと巻いて、よっしゃ来た、あ、よっしゃ来た、こんな感じ。これいい釣り方やね。バレないし。6号のスキンかな。これはバレねえ。はい、ということでね、1月のね、穏やかな晴れた日にマイワシ巨大なやつね、遊んでみました。ここね、湾になっててね、多分ここにね、もうずっと居ついてるイワシだと思いますけれども、たくさん遊んでくれました。ありがとうございました。いのかーん。
まずね、とにかくこの鱗をね、落としていきましょう。普通の大根だったらね、ここでね、こう面取りしていくっていう形になるんですけど、これちょっとでかすぎるんで、4等分ぐらいにね、しましょうかね。こっちがね、めんつゆです。このね、ソーダ節の醤油1年間漬け込んだやつ、好みでね、2本でも3本です。開けチャーハン。はるちゃんねる、はるちゃんねる、はるちゃんねる。